ここからですね、あと3キロほど歩いた先に、インターネットを見て、話題なので、ツンデミ村、ツンデミ村ですね。ツンデミ村。跡地があるってことです。少しですね、今、雪が降ってきたんで、ちょっと、大足元の悪い、なんか、撮影した。いや、着きましたけど、ちょっと、山小屋がですね、あったんですよ。その、ツンデミ村、呪いの館と言われる、ツンデミ村があるんですけど、もう完全に老朽化して、もう、潰されちゃってるようですね。で、文献によりますと、この辺にモンスターがいるということでですね。モンスターがいるということですね。ちょっと、モンスティングフードを何点かこう、巻いていきたいと思います。で、その文献によりますと、そのモンスターが食べるっていう、爪楊枝を好むということだったので、そのモンスティングフードの代表格である爪楊枝を、ここに仕掛けていきます。これがなくなっていったらモンスター実在するっていう、そういった感じで。ちょっと待ってください。なんか鳴き声しませんか？これ完全にモンスターの鳴き声だと思うんですけどね。文献にそういった風に書いてあったので、これ絶対モンスターですよ。絶対来てるって。やばいって。絶対来てるって。近くに。ちょっとモンスティングフードの状態を見てください。ですね。聞こえるって。やばいって。絶対来てるって。あれ？え？これ、文献によると、モンスターって、タツの通し子みたいな。私、ちょっと、この船ではないんで、モンスティングブーツ、これ入ってきたんで、モンスターから逃げるような、モンスティングブーツ、ちょっと逃げましょう。モンスターが迫ってきちゃうんで。逃げましょう。モンスティングダッシュ。これがモンスターの卵と文献に書かれてあったやつですね。もう腐ってますね。なんか、こっちも、モンスティングペニスが生え始まって、雪の脅威に負けじと、大地から、雪を突き出し、モンスティングペニス。こっちも、これはキノコですね。モンスティングフォレスト。ちょっとですね。
動画1分ごとしか撮れないんで、あれですが、ちょっと休憩したいと思います。もうすぐ休憩で、これでやんないと、モンスターに襲られちゃうかもしれないんで、もうちょっと上の人里を離れた、もうすでに離れているんですが、人里離れた部位にて、モンスティング、モンスティングヒューマン、モンスティング、まあ、私、ちょっとここを、人だと、うんこしたい。いや、めっちゃくそしたい。ちょっと一服して落ち着かせて、モンスターにのぐそを食わせるわけいけませんからね。ちょっと、まだこっち見てますね。モンスティング見てますね。ああ、ちょっと天候悪いで、大地の話だ。モンスティングスカイにてですね、生命のさんざめきを三座撃に肉分を勃起させ、それズラズラになって肉分の皮をですね、このモンスター的フォルムの、木の葉、思いっきりぶつけですね、ちょっと一服しております。皆さんこれ、お分かりいただけますでしょうか。ここにも、ある。これ完全に儀式ですね。儀式用の祭壇を作り、このように怨念をかけるための儀式の準備です。確実に文献に書いてあったやつと似てますね。この仕組み、怨念をもたらす、そういったやつですね。カラスも、その怨念の声に応えるように鳴いてる。これ、完全に、モンスターの戦略なんじゃん、これ。完全に。これ、モンスター。もうそこや、今ちょっと外出しますね。もうこれ、下山しましょう。モンスティング下山。そうそう。
こんばんは、トレジャーハンターの日本釣りのジャッカルと申します。これから道なき道の先にある、トレジャー文献を元にした、トレジャーを求めて、どんどん先に進んでいきたいと思います。この先にどんな、衝撃映像が待ち構えているのかと、どんなあすいませんちょっと映像がどんな衝撃映像が待ち構えているのかと思うと、目がドキドキしますね。じゃあ一旦切ります。花畑綺麗ですね。ちょっと砂利道なんで砂利道なんでこの先まで行けるかどうかちょっと分かんないですが、これだけもうここでハマったらちょっとやばいです。なんか道路がだんだん荒々しくなってきたんで、ちょっとどっかで U ターンしないといけないかもしれない。あ、やべ、いけねえこれ。なんかいや、ちょっとこれ以上先無理ありそうですね。ちょっとなかなかいい眺めです。こっちの方にちょっと湖がありますね。うん、すごい綺麗。綺麗だけど、なんかぬらっとしてますね。うん、木も折れてる。この下に落ちちゃったらもう、すなわち死をイメージすることになると思って行ってみましょう。トレジャーハンターの秘訣として、まずお宝に、トレジャーに対して貪欲であれっていう、貪欲たれっていうね、習わしがあるんで、決まりっていうか格言ですよね。貪欲でたれって格言があるんで、とりあえず四つ葉のクローバーからこれ採集していこうかなと思ってます。四つ葉、これが三つ葉ですね。この三つ、この三つってこの三つって、貪欲で、貪欲に、ちょっと貪欲に、5分程度探してたんですが、四つ葉のクローバーですね。幸福を呼ぶ
トレジャータル、トレジャータレツバのグローバーを探していたんですが、ちょっと見つからなかったんで、あの山の方にまた入っていきたいと思います。これも3つです。3つですね。これも3枚。3枚。これも3枚。これも3枚。いや、これ花。これ3枚。これも3枚ですね。注目してください。これはあの、大地の乳首と言われる花ですね。大地の乳首と言われる、ちょっとツバを垂らしてみましょう。大地の乳首にツバをつけてみました。それでは険しい山に進んでいきたいと思います。ちょっと大変申し訳ないんですが、こんなに草が生い茂ってると思ってなかったもので、あの半ズボンで山に入ってしまったんですね。ちょっと半ズボンに長靴にランニング姿でちょっとですね、この草木の中に入ると、インセクターどもも、人間の血を吸うたれということでですね、どんどん刺してくるので、危険な状況。これは吹きですね、これは。吹きが群生してますね。かなり一応食べられるやつですから、ただ生のままではちょっと厳しい。この辺はシダ植物が生い茂ってて、トレジャーに近づいているようなそんな雰囲気を醸し出しますね。ただちょっと宝の地図をちょっと忘れてきてしまったので、ちょっと太めの木を、ご神木的な感じで、この太めの木をご神木的な感じで、ちょっとですね、この下に何か埋まってるんじゃないかということでですね、ちょっと探っていきたいと思います。トレジャーハンターとして、トレジャーに貪欲だねって貪欲がありますから、じゃあこの下掘ってて宝をどんどん探っていきたいと。ちょっと腐った木しかまだ出てこない。ちょっと1分ほどちょっと集中して、穴を掘ってみたんですが、今回はちょっと何も ないようなので、ちょっと埋めて帰りますね。今回の敗因は、半ズボンランニングできたというのと、地図を忘れたということですかね。しかし暑いですね。まるで、これ花ですね。これ何かいますかね。ちょっと何もないみたいですね。じゃあ帰りますわ。
これは、成長したイタドリの葉っぱですね。昔の人はなんかこれをタバコの葉っぱに混ぜてかさ増ししてですね、吸ってたってタバコ代わりにし聞いたことありますね。じゃあ計算します。この白い花ですね、これはあのドクダビのやつで、あの乾燥させて葉っぱを干してですね、お茶にして飲むなどにして飲みます。ちょっとさっき膝小僧をすりむいてしまったので、ちょっとドクダビを当ててみましょう。この辺はドクダビが群生してて結構こういいですね。匂いもこういいですね。虫除けにもなるそうです。悪い虫のつくお嬢さんにぜひ。これも3つですね。ちょっとないかな本当に。これも3つですね。これも3つですね。これは3つですね。3つですね。4つじゃないですね。3つですね。これも。鳥の糞がついてますね。ちょっと唾を垂らしてみましょう。わかりませんでしょ。あ、ちょっとわかんない。ちょっと、ツバを垂らしてみます。これは、アジサイですね。アジサイの葉っぱ。まあ、最近、梅雨入りしたということで、梅雨入りしたということで、これからが楽しみな、アジサイ畑なんですが、アジサイはドクン。ちょっと半ズボンに虫が来たんで、ちょっと毒を持ってるということで、決して口にしないように。それが今回皆さんに、私からプレゼントするトレジャーであります。じゃあ一旦退散しますね。この白い、ちょっとどっかで U ターンしないといけないかもしれない。トレジャーに貪欲食べてやつで、トレジャーに貪欲食べて、トレジャーに貪欲食べて、トレジャーに貪欲食べて。さっき、計算してきて、今一服休憩を取っている、タバコの一服休憩を取っているのですが、日本釣りのジャッカルから皆さんに一つ注意してほしいことがあります。山などへ行くときは、半袖半ズボンで行かないようにという、ね、注意です。ないとこうなってしまうので、絶対気をつけてください。日本釣りのジャッカルからのお願いです。
皆さんこんばんは。今回は知ったかラジオの旅ラジということで、海に、行ってみたいと思います。で 目的の方はですね、なぜ海に行くかっていうと、夏だからっていうの一つと、あと浦和劇乙女たちのビキニの間から、はみ出すマンゲーとは存在するのかっていう、いう感じで、その浦和劇乙女たちのビキニの、股の間からはみ出るマンゲーないし、陰ゲーを、確認し、そういったものは存在するのか否かっていう、存在するのか否かということで、今回はその辺の、ミステリーをざっくりですけど、探っていきたいなということで、まもなくもう海に着きます、まもなく着きますが、めちゃくちゃ混んでます。ちょっとなんか映っちゃうね。めっちゃ混んでて、リア充どこか、リア充どこか、パンツの下から、人間ないし万芸をはみ出させながら、いますね。ちょっとこの先撮っちゃうと盗撮になっちゃうかもしれない。とりあえず帰りましょう。人間の圧力っていうのが半端ないんで、入りたくない。ちょっとなんか、見てください、この人。いやー、参りましたね。ここではなんか、タコ揚げですよ。すぐ波打ち際に行ってみましょう。この波打ち際です。結構現在的に喋りながら歩くな。実は近くに帰ってきてる。ちょっと盗撮になっちゃうかもしれない。そういう目的じゃないんだよ。ちょっと波を浴びたぐらいにしかありましょう。あ、あ、やった。じゃあ帰ります。なぜお前は道を外してしまったのか。
ということに関してですね、3時間ぐらい、説教を受けて、ちょっと自暴自棄になって、浜辺の定番のうんこですね。なかなかいい香りが放っています。観光客が増えるのはいいんですが、ゴミが散乱しています。こういったマナーというのは やはり、マナーを守らないやからがいるという。あと、まあ、海から流れてきたやつもあるでしょうが、大体こういったプラスチック関係とかですね、結構その辺の放置してゴミを捨ててる人もいらっしゃると思います。かなりゴミがあるんで全部持って帰るのは大変ですが、じゃあ空き缶1個拾って帰ります。空き缶じゃなく今度宝っこ拾って帰ります。あ、宝っこちょっとでかいんで、これゴミ拾いし、これだけですけど、以上、ありますね。そこって清掃マシンみたいなのも用意されてる、用意されてはあるみたいですね。こういうので一気にこうやるんでしょうけど、一気に掃除するんでしょうけど、こちらの方も結構ゴミ溜まってますね。これなんかは捨ててったやつですね。野菜炒めは腐ってるんですけど、あと焼きそばなどが入ってるんですが、もう腐敗して虫がたがってますね。片付けたいところですが、私には手には負えません。海水浴場から帰ってきたんですけど、まあ、はい、ということで海水浴場から帰ってきたんですけど、まあちょっとお辞儀に至りすぎて、最深部モンスターたる最深部に、入っていくことができなかったというのが一つ。それが今回の反省点ですね。あと、まあ海パンを履いてこなかったんで、泳ぐとなればやはり中に入っている、まあ、ブリーフ状態で、泳がなければいけない、まあ、ブリーフ状態で泳がなければいけないというのが一つと、あとまあ幻覚が見えてきたという、まあ、これ幻覚幻聴ですね、が見えてきてしまったということが一つありまして、ありますので、これはやばいなと帰ることにしました。昨日の夕方くらいから何も食べてなくて、ちょっと頭が朦朧としているので、帰りに、何かどこかに行って何か食べてから帰りたいと思います。勝って兜の方針
勝って、勝って兜の帽子名誉という言葉がありますが、まさに、この食事をし、食事をし、無事家に着くまでが、モンスピンガ半島、モンスピンガ半島の掟であり、掟であります。風車、風力発電か何か分かりませんが、綺麗ですね。美しい田園風景が広がっています。海風に、稲がなびき、美しい陰影を作り出しています。気分がいいので、ここで一句、ポエムを読んで終わりに。今回の旅の締めくくりとしたいと思います。稲、ポエム、題名が題名がブルースカイ、題名がブルースカイで、ダワワとブルースカイの下とかで、ダワワと稲穂とかが風とかそういうので、美しい木、陰影を作り、その頭まで吹いてがちょっと動画切れちゃったんで、もう一回、ブルースカイの白木、馬匠木、ブルースカイのブルースカイ関係のこの大地に、美しき田園風景のその大地や大地、そして回る風車の力強さ、力強さとか稲穂の陰影稲穂の陰影風の心地よさ、人としての居心地の悪さ、皆さんこんばんは。日本釣りのチェッカリです。今回は人里を離れた、ちょっとした席、ダムに来て、人知れず魚取り、まあ、実際は取らないんですけど、フィッシュモンスターをチャンスと思ってたんですが、潜入してきたんですが、どうやって、なんかおむつが落ちてて、ちょっとびっくりしたんですけど、ここに大量なおむつが捨てられてありますね。ちょっと不気味ですね。木の棒かなんかね。ちょっと。うわぁ。
あ、ちょっと悪臭。じゃあちょっと降りてみましょう。ウィッグですかね。なんかウィッグが捨てられてあるんですけど、何なんでしょうかね、これは。ここってもしかして変態が。ここにもウィッグ、まあ、こうなってて、で、まあ、このトンネルの左手のちょっと行った先が、まあ、自動車道っていうか、になってるんで、交通量は結構多いんですけどね。ちょっと入水してみましょう。じゃあこの魔のトンネルに潜入していきたいと思います。なんかこう湧いてますね、これ。ゲロみたいな。あまり入りたくないですけど、この水には。チブの吐き溜めなんでしょうかね。よし、すごい音です。すごい車、上に車を通ってるんで、バイクとか、そういった音が結構聞こえますね。涼しいですね。涼しくて気持ちいいんで、まあ、キャンプはできないでしょうね。ちょっと中州っていうか、水が来たらもう全部埋まっちゃうような。まあ、もっと奥にも行けるんですが、ちょっとあんま意味ないってことで、ちょっと引き返しましょう。虫がすごいです。もうジクジク刺されてます。刺されてちょっとやばい。さあ、ゴミが捨てられているので、おそらくですが、こういった通学と離れた人目のつかないところでですね、まあホームレスの方とかが、まあ、こういった場所で寝て、暑さをしのいでるのかもわかんないですね。結構ゴミも落ちてます。タバコの殻ですね。今回もゴミ拾ってきましょう、1個だけ。さすがにおしめは拾っていけないですけど。あ、同じ銘柄ですよ、これ。これ2個捨てて、うわ、なんか中に入ってる。ちょっと中に入ってるんで出してみましょう。多分アセスキ癖ちょっと待ってちょっと待ってくれ。栗の花の匂いがするんですけどちょっと待ってこれはちょっとごめんなさい。これね、こっちだけ拾って帰る。これちょっとくそ、これだけ拾って帰ります。いや、冷た。まあこういう感じで川が連なってるんで、結構ぬるぬるして滑りますね。でも気持ちいいです。やっぱ今日も暑いんで、お盆過ぎたといえ、今日も暑くて。まあこうなってます。こっち行ったら下流の方に
行くと思うんですけど、まあちょっと長い道のりなんで、やめましょう。まあテントを立てるとしたらこの辺ですね。この辺の草をちょっと刈らせてもらって、多分この砂利のとこに他に構えちゃうと水が来た時逃げられなくなるので、こっちの、石垣の上ですね。ちょっとかろうじてこう逃げられるんで、まあここだとちょっと汚いですね。ちょっと、汚い。水は冷たくて気持ちいいんですけど。で、俺は何しに来たかっていうと、ちょっとあの、石ですね。石を見に来たんですよね。石を見に来てて、で、なんかこう、光る石を拾いに来たんですが、なかなかいい手頃な石が見つかんないんで、しかもめっちゃ暑いです。ちょっと川に入りたい。これさっきのウィッグですね。何なんでしょうね、これ。多分流れてきたプラスチックなんで、増水した時かなんかに流れてきたのかもしれないですけど、ね、気持ち悪いですね。2個落ちてるんで、もしくはここでなんか、この橋の下でなんかパーティーかなんかやってたんでしょうか。ちょっともう一回水に入りましょう。熱いんで。よいしょ。こういうデカめの石も落ちてきてるんで、こっちの高台の方からあの転がってきて、落ちる落石してる場合、流されて着いた場合もあるかもしれないですけど、これ倒木ですよね。倒木って流木。こんなバカでかい木を、ここまで流してきたっていうんで、やっぱ相当増水するんでしょうね。雨が降ったりなんかしたら、いいですね、まあ、この辺りに魚がいれば楽しい。これをじゃあこれをなんか適当ななんかこう石にこうかぶせて、まあ、こういう感じで、こんにちはって、こんにちは、何でしょうかね、このウィッグ。じゃあまたここ登って帰っていきたいと思います。あ、降りちゃった。ちょっと切りますね、一回。はい、じゃあ帰りますね。今回はすごいいい場所見つけましたね。もう人もいない。まあ、車通りは激しいんで、あれですけど、人もいなく、自然も豊かで、かつ、おむつと変なウィッグを見つけたっていう、まあ、多分、なんか増水した時かなんかに、流れ着いて、それだけ水面に浮いて、流されたのかもしれませんが、でもそうじゃない方が面白いですよね。もしかしたら夜な夜な、
この橋の下で、まあ考えたくはないですけど、女装おむつパーティー、まあ女装おむつパーティーなどをしてるかもしれないっていう、ことも考えられますね。まあそんだけ人里離れてるっていうか、一っ子一人歩いてるし、車も走んないですね。私がここに入ってきたのはもう古い道路の方で、新しい道路が通ってて、そっちはバンバン、車通っていくんですけど、こっちの方は古いんでもう誰も通んないと。まあ、地元の人ぐらい使ってるのかも、ちょっとわかんないですけど、地元じゃないんで。ちょっとわかんないですけど、でも古い方なんで、ちょっと今度、弁当持って夜にでも来てみますか。でも、それでそれでおむつパーティーとかしてたら、ね、それを激写して、激写するっていう感じで、まあ、大して面白いこと言ってないですけど、今回は。たまたまちょっと、涼みがてら来たんで、ということでまたやりますんで、よかったら見てください。冒険になります。新婚の冒険ですね。